ABEX マネジメントのアーティストたちが毎回注目のゲームをプレイする ABEX ゲームチャンネル。今回のゲームは戦国修羅ソウル。この戦国修羅ソウルは戦国時代を舞台に様々な武将が操れる戦略性の高い戦国リアルタイムバトル RPG。 リリースから間もなく100万ダウンロードを突破し、今まさに人気急上昇中。そんな今大注目の戦国修羅ソウルをプレイするのは、 CM にも出演している小坂大魔王と鈴木亜美。果たして2人は戦国時代の英雄になれるのか。さあ、というわけでございまして、今回はね、我々、お二人が CM にも出演しております、はい、戦国修羅ソウル、うん、こちらですね、一緒にプレイしていきたいと思っております、うん、ね、今日でも CM 撮影しましたけど、はい、どうでした？なんか小坂さんと真面目なものを撮ってるのが、うんうん、不思議でしょうがなかったですね。ネットがやる川田ちゃん、かわいかったよ。あれが鈴木亜美。鈴木亜美なんだかって分かったわ。ないない、かわいいんだわ、やっぱ。これ亜美ちゃん嫌なんだよね。さあ、そんなわけで、はい、戦国修羅ソウルですよ、うん、まあまあ、ね、戦国時代というかその武将がたくさんいるんですけど、いっぱいいますね。亜美ちゃんといえばやっぱ歴史じゃない、うん、ねえ、やっぱりさ、やっぱ歴史として有名なやっぱ亜美ちゃんだからさ、うん、やっぱどう、戦国時代の武将で、うん、もうマニアックでいい、全然マニアックでいい、テロップ入るから説明、うん、好きな武将って誰？うん、西郷隆盛。歴史認識に多少不安は残りますが、戦国修羅ソウルを早速プレイ。戦国修羅ソウルの特徴の一つが圧巻の 3D グラフィック。戦国の街を360度探索することが可能だ。あ、きれい、なんか椅子がある。あ、なんか江戸村みたいでしょ、なんか。ねえ、ね、ちゃんとこれ、うわ、すごい、すごいの。川、川だね。でも海側にも行ってるか。でほら、たくさん人もいて、この中に今だからきっとオンライン上にいる、あ、そっか、みんなやってるのね。いっぱいいるわけですよ。あ、なんかでっかい人いる。あ、このね、上にこうなんかついてる人でしょ。あ、喋れるんです、こうやってお話をするとか。本当だ。ほら、何しに来たんだい。さらに多彩な武将カードも戦国修羅ソウルの魅力。美しいグラフィックだけでなく、豪華声優陣にも注目だ。いろいろこうね、うん、武将のカードがあるんですよ。カードほら、見て、うわ、強そう。最高級のカードが全部、見てこれ、何、ロン毛だね。すごいロン毛だよ、もう、ね、めちゃめちゃなんかもう、あ、豊臣秀吉よ、いる、ねえ、ねえ、豊臣、ほら、もう兵力がすごいの、うん、これは、ね、あれ、なんか見たことがあるよ、ほら、ガクトさんだ。ガクトさん、ガクトさんがそのキャラになって、本当だ、この強い軍の中にいるわけですよ、ね、でこれね、うん、いろんな武将がいるでしょ、うん、いわゆる CV っつって、すごい有名な声優さんがいっぱいやってるんですよ。今話しもと、はい、見えるぞ、世の勝利が、ね、芸人もその人のキャラをパクってやってる、なんかその有名なキャラがいるでしょ。ああ、ね、私の美貌にひざまずきなさい。いい声ですよ、いい声。これ戸松遥さんですよ。これももうアニメのキャラの名前俺いっぱい言いたいけど言えないんだね。なんかね、言えない、言えない、残念だけどね。一番好きなキャラもあるんですけど、ね、言えない。なでほら、さっきのガックンもあるわけですよ。全ての戦いは俺が終わらせる。まんまだね。でもさ、に合ってるよね、やっぱね。合ってる、合ってる、この世界にね。もう普通に、普通に入り込んでるって感じ、うん、入り込んでるんだよ、ね、だからこういうのいろいろ使って、うん、戦行こうよ。個性豊かな武将カードで陣形を組み、戦に挑め。まずはゲーム初心者の鈴木亜美が挑戦。ん、ここかな。あ、そこだね。来た、来た、あ、さあ、すげー、何これ、もう第10、最後の方だよ、これ。すごいね、どんどん小坂さんが前に出てくるよ。あ、そこそこ、大阪城行っちゃう。大阪城、大阪城へ。じゃあ大阪城へ入れ、ポン。さあ、来ました、来ました、またこれ、相手をちょっとね、どんな感じか見てみましょう。弓弓値が多いね、うん、みんなだよ、全員。あ、全員弓、うん、弓に強いのは、うん、馬が強いから、騎馬。じゃあまず馬、ちょっとは離れて距離あった方がなんか、うわーってなるよね。いいと思う、やってみよう。全員いいと思うよ。本当本当、いや、本当にいいと思うよ。本当、
こんな感じで行ってみようよ。行ってみようか。陣形も整い、鈴木亜美いよいよ初陣。さあ行きましょう。怖いよ、弓だけだよ。このさ戦闘シーンがもうほんと綺麗なの。怖いね。さあさあ行きましょう。士気がアップ。あいい、こちらに今スキルが出てくるんで、うん、スキルがもう頻繁に使うよ。はいはい、行きた。いや、おー、一応速くなってる。強化、全員強くなった。おーし、ほら一番前走ってるよ。おーし、我が術を受けよう。やべやべ、来た、なんか来た。やべやべやべ、おお、やばい、怖い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 。みんななんかいろいろ持ってる。やだ、ひぐんだ。おお、怖い。おー強い、いけ、大丈夫。あの弓矢だから近づいちゃえばこっちの方だから。そっかそっか、そうだよね。そう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 、いけいけ。我は何度でも、あ、マジか、一瞬やられた。大丈夫、でもいっぱいあっても倒せる。ちょっと頑張り、私の美貌にひざまずきなさい。これで毒が入るからここじゃじゃ減っちゃう。おー、一気に、よしよし、おーよし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 。あー、びっくりした。あ、まあまあ、星がまあ2個ね。2個、はい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 。あー、ちょっとまあ上出来ですよ。危なかったね。続いて終始上から目線の小坂大魔王が戦に挑戦。さあ、じゃあ俺使っちゃう、いいの、うん、はいはい、ごめんね、見せてくださいよ。もう攻略方法になっちゃうけど大丈夫さあ、あ、まとまってるね。まとまってるね。うまうまうま、弓、オッケーオッケー。まだに馬が溜まってますよね、うんうん、で馬には 牙には槍隊が強いんですよ、うん、で本来は槍隊を真ん中にしたいんですが、うん、この後ろに弓矢がいるんですね、うんうん、なのでこう早めにこう突破しないと、でこのぐらいにして僕は1点突破でいきたいんですよ。じゃあ行きますね。よし、はい、2秒大丈夫かな。え2秒だから。小坂大魔王余裕の秒殺宣言。自慢の戦略は通用するのか。いよいよ開戦。私の美貌にひざまずきなさい。毒を打っとくね。あ、そっち行っちゃうか。おお、当たった当たった、なんかいっぱい、うんうんうん、大丈夫大丈夫よ。わーわーわー、あ、強いね、相手強いね。あ、相手強いわ強いよ。強い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 から怖いよ。大丈夫、1体いけた、いけた、うん、大丈夫大丈夫。どう、よし、いけ、ゴーレ、ドガーン、もういけたよ。よしよし、こっから、こっからだよ、こっからだよ、こっからだよ、こっから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 、いや、いらないいらない、ザクさんいらない。怖い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 、一気に一気に一気に、あーやばい、あーあーあ、やばい、私はただ消え去るの。え、でも毒効いてるから、あっという間、オッケー、はい、おーい、はぁ、ドキドキ、うわー、5の4か、待って、時間は 1.7 秒だったね、今ね。というわけで、ちょっと盛り上がっちゃいますけども、いやーねー、やばくなる。いや、もうなんか細かいことは分かんないんですけど、うん、でも、普通にこう、やってるところをこう見て、うんうん、やられた、あい、なんか、やった、うん、やられたみたいな、そういうのを見るのも楽しめるんで、でもそっからですよ、うん、こっから今度ね細かくやっていくのよ、ね、これが楽しいんですよ。そこを覚えていくともっと、うん、ポイントつかめて楽しくなっていくと思うんです。数十分です。あー、そんな本当に本当に数十分やっていけばね、あ、なるほどって分かります、ね、これ本当にあの今たくさんの人がダウンロードしてくれてまして、うん、すごいですね、今後もっともっと流行っていくと思います、うん、ぜひともね、この今大注目の、はい、戦国シラソウル、はい、皆さんもぜひ楽しんでみてください。ありがとうございまして、小坂大魔王と鈴木亜美でした。またね、バイバイ、またねー。